メリークラッシュマース。どうもコミーです。さて今日はですね、雪の日のチャレンジ、これをねやっていこうというふうに思います。ちなみに今の僕のメリークリスマスで滑ったなこいつと思ってしまった人はお詫びのいいねをお願いします今日のね動画のいいねはね滑った数と思って僕は受け止めます。この雪の日のチャレンジなんですけども、結構もういろんな方がね動画にしてくれてると思うんですね。なのでクリアしてる方がもう大多数じゃないかと思うんですよ。なんですけど、まあねちょっとねうまくいかないよって方がいらっしゃったら、今日はねすごく手順的に簡単な方法をまずお話ししたいというふうに思います。手順的に簡単、いや違うな、まあ、簡単か。要はね、この、チャレンジって、まあ、ご存知の通り、タイミング結構シビアなんですよ。ロイヤルチャンピオンを生かすゲームになってるんで、そのタイミング測るのがめちゃくちゃシビアなんですけど、そのね、タイミング測りしなくてもいいような方法っていうのを、今日お話しします。なのでね、まだクリアできてませんよっていう方は、ちょっとこれも試してみてもらえたらというふうに思います。ではですね、まずどんな手順で進むのかっていうところを、ゆっくりやります。多分ね、時間切れになっちゃうけど、手順を、さらうっていう意味で、まずはゆっくりやっていきますね。最初はですね、まずバーバリアン答え出します。このね、木の隙間に1、2、3、4、5。これでまずテスラ壊しましょう。それが終わったら、ウォールブレーカー持ってください。このウィストの前に1個出して、ここに穴を開けていきます。で、こっちの12時のアチャ島の前、まあ、ややこの、なんていうのかな、金山寄りのところ、ここにも1個穴を開けます。これでもほぼ確実に開きますんでね、あんまりね、こだわって、ギリギリ攻めるとかしなくてもいいですね。したら次は、ジャイからのボーラーです。上側も同じ、アチャ島にジャイからのボーラー当てていきますね。こんな感じ。当てていったら、今度は、このクリスマスのね、サンタさん呪文をドーンと打ちます。こちら側の上の方、迫撃砲の方にもね、ドーンと打っていってください。こんな感じね。チリンチリンチリンとね、はい、行ってこーいって感じですね。この迫撃砲がね、壊れればいいんですけど、これね、たまに壊れなかったりするんですね。したら、アーチャーをね、まあ、2、3体を2回か3回ぐらいに分けて、こっちも同じ、出せば、まあ、それで壊れます。アーチャーは別にね、これ、回収運しか使わないんで、まあ、最高で使っちゃっても OK です。で、今回、援軍出てきてないんですよね。出てきてないんですけども、出てきていても出てきてなくても変わりません。次やることは、ネクロマンサーを3次側に2体出していって、グランドウォーデンをつけてあげる。これだけですね。で、次、バーバリアンを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個出してください。これでね、スケルトンだけでは加減が取りきれないんですけど、ここって。それを、全部ネクロマンサーの、にターゲットがいかないようにスケルトン出しが取ってくれますね。はい、ではですね、次、ホグライダーをね、ここのね、ポンプの下から出します。で、すぐにロイヤルチャンピオン。こうすることによって、ロイヤルチャンピオンはこのね、呪文で凍りませんのでね、このまま、ね、シングルを壊してくれます。そしたらロイちゃんも放置で OK です。次、ババを出します。ババ。ドバーッとここに出してください。こっち側。で、クイーン、キングって感じで出していきましょう。まあ、このクイーン、キングがどっちが先でもいいんですよね、別にね。イメージとしては、このシングルインフェルノを、このクイーンで折っていくっていう感じですね。なので、まあ、なんならここで、しっかりね、フィットじゃねえわ。クロークを使ってもいいかもしれない。こんな感じでね。使って確実に折っていきましょう。バーバリアンキングも、フィストを使っちゃっていいですね。早めに使っちゃいましょう。今、これ援軍と当たっちゃったんで、まあ、そういう時にはね、さっさと使ってしまった方がいいと思います。で、あとは、ひたすらもうロイヤルチャンピオン見ます。ロイちゃんだけしか見なくていいです。ロイちゃんをとにかく見ましょう。で、ロイヤルチャンピオンで残った防衛を全部壊していきます。ここまで来ればね、もう防衛は全部壊せたようなもんなんですね。はい。で、テスラに捕まってますけども、殴り壊してもらいの、こちらがね、シングルインフェルノがあるところちょっとね、気をつけた方がいいですね。シールドプラス一発で壊せるんですけど、こんな感じで殴っていって、で、どうだこれ。こう殴ってからのシールドがいいかな。こんな感じで。これで壊せます。ね。はい、こんな感じ。で、あとは回収ですね。まあ、ホグ行ってあってあげればいいんじゃないかな。この辺にこうやって。これで壊せるでしょう。あとは適当にこうね、わーっと回収を出しておしまいなんですけども、今これね、これ回収だいぶ雑に出しましたけど、まあ、できればね、ちゃんと回収のユニットっていうのはばらけて出した方がいいですね。こういう風に一面じゃなくて、いろんな面から出していった方がいい。で、まあ、こんな感じにやれば、見てもらって分かる通り、まあ、ほぼ確実にね、防衛全部壊せるので、あとはまあ、時間の問題、手順になれるかどうかっていうだけの問題ですね。はい。ということになります。OK でしょうかね。じゃあ次は、ちょっと普通に取りに行きますので、スピーディーにパッ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 とやっていきます。では行きましょう。はい、ではですね、まずここ。3次方向からいきますね。1、2、3、4、5と出して、ウォールブレイカーをここに2個当てます。まあ、このマスは適当でいいです。で、ジャイからのボーラー。
次同じくジャイからのボーラーで出していきます。次クリスマスの呪文をクリスマースと打っていきます。クリスマースですね、打っていって、ちゃんとこれ見てくださいね。まず迫撃砲と、ウィットが壊れるか、両方とも壊れてねえな、これ最悪だな1,2,1,2,3 こんな感じですね。こんな感じだと、まあ、大体壊れます。次こっちも 1,2,1,2 こんな感じですね。はい、そしたらネクロマンサーも下から出しちゃいましょう。出して、グランドボーデン当てて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 これ OK です。今援軍連れてますね、けどもあんまり気にしたくていいです。で、ホグライダー当ててからのロイヤルチャンピオン、これでロイちゃんが凍らずにシングルインフェルノを殴ってくれます。で、まあ、気になったらここねちょっとね、トーム使ってもいいですね。トーム使ってまあ、これね使えなくてもいいんだけど、使えたらなお OK。 シングルインフェルノでね、なんだここの、ネクロマンサーがやられちゃうと、まあ、ちょっと若干伸びにくくなるっていうのもあるんで、で、シングルインフェルノがこれしっかり壊れていれば大体このまま全開いきます。あとはババを出していきながらクイーンキングと当てていって、このシングルインフェルノを狙いますね。今回防衛説もね、防衛具もないから割と行きやすいですね。はい、ではこのままフィストも使っていって、どんどんアーチャークイーンで、シングルインフェルノを壊す準備していきましょう。なんかこのシングルインフェルノ残りそうだな、これアーチャークイーン出す一瞬見たかもしんねえなちょっとまずかった感がある。まあいいや、クロークをここで当ててしまえばね、まあ、どうってことはありません。確実に壊していきましょう。で、回収もね同時にしていきましょう。なるべくね、早く回収した方がいいです、この攻め方する場合はね。あと残ったのはこちら側の3次方面ですね。ホグライダーもいるし、あと、フリーズも1個あるので、まあ、確実に全開はできんじゃねえかなっていうところはありますね。裏側からホグは出ていけば、ここの、ウィズトは壊せるでしょう。シングルは壊せるでしょう。ウィズトを壊して、で、ホグライダーで影取ってるうちに、後ろからロイヤルチャンピオンで刺していきます。あとラスト1個ウィズトですね。凍っちゃってなんかダメージ食らせそうから、まあ、1個ここにフリーズときましょうかね。念のため。で、回収に当てていきます。これ、ミットを壊せない可能性があるの、なんかこれ。ロイちゃんやられそうだな。まあでもやられても別にいいですよ。はい。気にしない。あんまりね。ロイちゃんが最悪残ってくれたら確実に全開できるけど、別に残らなくてもどうってことはないです。そんな感じね。どうですかね。ユニットはね、何が残るか結構ね、その時々変わってくるんですよ。変わってくるけど、手順自体は別にそんなに、タイミング測ったりとか焦ったりする必要はあんまないでしょ。こんな形で、まあ、とりあえず出すことの順番さえ守れば、まあ、大体うまくいくっていうのが、まあ、このパターンね。はい、やることちょっと多いんですけどね、覚えるのが大変かもしれない。この攻め方やろうと思ったらもう一回おさらっていきましょう。これでおしまいにしますね。いきましょう。大体ねこうするとね取れないんですよねこういう3連続でやって失敗するっていうパターンがよくあるんだけど、まあ、手順をおさらうと思ってね、取れたらあなるほど余計いいなと、取れなかった場合にまあそういうこともあるんだよということでね、ご理解ください。いきますよ。まずババ1,2,3,4,5 でウォールブレイカーを1、上側にも2とこう当てていきます。次ジャイからのボーラー、上側もジャイからのボーラーで呪文をポーンポーンとね、こんな感じで当てていきます。メリークラッシュマンね。さあこれは大丈夫なのか、ちゃんと下側は壊れましたね。でもこれ上側壊れねえっぽいな、この、あ壊れた壊れた、オッケーオッケー。で、あ援軍出てきましたね。援軍出てきたんで、これもねいい感じに処理ができそうです。まあここはねもうすぐにネクロいっちゃっても別に構わないんだけど、ちょっと待ちましょうか。待ってね、2体こんな感じで出して、ババで少し対応取ってあげましょうかね、この辺ね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 防衛軍の方にこうねババを当てれば確実にいけますからね。はい、ちょっとまたこれシングルインフェルノにたげられちゃってるね、ネクロマンサーが今止めました。まあ、この辺は臨機応変、別に僕気がついたから止めたけど、別に止めなくてもいいです。止めなきゃいけないってわけではない。確実にこういう風にね、1体残ってくれるネクロマンサーとグランドボディが倒してくれるんで、まあ、そんなに神経使う必要はないですね。で、今ねこうね少し待ってるけど、別に待たなくても全然いいです。待たずに行っちゃってもいい。こんな感じでどんどんババ出してクイーンキングですね。まあ、むしろ待たない方がいいかもしれない、下手にね。魔王かずにバン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 この順番で2手を出していくってことを考えた方がいいですね。はい、でここだけはねちょっとね気をつけましょう。シングルインフェルノのターゲットが別に誰に入っても構わないんだけど、なるべくならねアーチャークイーンでささっとこのシングルを折った方がいいですね。これ残しちゃうと多分リセットポイントになっちゃいますんでね、なるべく残さないようにいきましょう。でグランドウォーデンは下の方を削ってくださいよと、ロイヤルチャンピオンはあと残った防衛を殴ってくださいよということで、
余った呪文ですね、フリーズとあとホグライダーをねきっちり使って前回まで持っていきましょう。これねグランドまでの射程が長いからねテスラとかウィスト普通に倒してくれるんですよね。これが結構美味しいよねグランドボーデンね。で、まあ、あとゆっくり行きましょう。なんかウィストに捕まってるけど、はい、これで危ね出なかった。ホグライダー出ていけば、まあ、確実にシングルの竹取ってくれて、あとは、まあ、フリーズですね、ロイヤルチャンピオンをまあせっかくだからいかそう、ガソいかそう、こんな感じで、はい、オッケー、これでよしです。ホグライダーがついてくれましたね。で回収行きましょう。回収ちょっと回収喋ったら遅れたな、まあ、でもなんとかなるっしょ今回なんかキングとクイーンが生き残ってるから運よく、まあこれなんとかなりますよ。いやいやいや、全部使っていこう、景気よくね、クリスマスだから景気よくいこう OK です。こんな感じ、これでまあ前回までいきますよっていうところですね。どうですかね、手順さえ覚えればまあほぼほぼ確実にいけるかなっていうところかと思います。まあ序盤ねネクロマンサー守るのにフリーズ使ったりとかまあいろいろしましたけども、あのねちょっとやっぱねその多少あの臨機応変にできたらいいなって思うのは援軍処理のところですね。援軍釣った時と釣らない時で多少その分岐しちゃうんで、ルートが、そういうところね、援軍釣ったら、まあ、なるべく、下側から出す、こっち側から出すね、ネクロマンサーとグランドウォーデンババ10体のところっていうのを気を使ってフリーズとかでねしっかりネクロを守っていくとか、まあ、そんなようなことができてくるともうほぼほぼ確実にいけますというところでございます。どうでしょうかね、皆さんがやった方法と比べて簡単かな、難しいかな、まあ、手順は多いからちょっとむずいかもしれないですね。でもまあクリアできてない方はねこの手順だけ覚えてもらって、まあ、何回かやってもらえればほぼほぼいけると思います。慣れてくればこう手順がねスムーズになってくるんで時間も余るしというところでね、まあ、シャベルか、今回もらうのシャベルですね。結構なんだろう、クリスマスツリーとか好きなところにこう並べたいなんていう人がねいると思うんで、僕もそうなんですよ、並べてるんですね、こんな風にこんな風にね、昔のからこう順番に並べてるんだけど、こうやってこれね、結構シャベル買うと、少しね値段がかかったりするんで、これでゲットしてもらって、ツリーだったりね、まあ、他のオブジェを並べ替えてみて、いただくのはどうでしょうかということですね。はい、ではですね今日は、冬の雪の日のチャレンジかをやってみました。こんな感じでですね、僕のチャンネルあのクラッシュオブクランの、対戦系の基本的には、解説を中心にしますけども、こういうイベントがね出た場合には、まあ、結構簡単なルートができた場合、紹介をするようにしてますので、クリアができないイベントなんかもねこのチャンネルを登録してもらうと、クリアすることができるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひねこの動画いいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと僕の、最初のクラッシュマス滑ったと思った人もグッドボタンお願いしますはい、というところでですね、今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。皆さんメリークリスマス。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。